北条氏州は、戦国時代の武将、武蔵国江戸城代、北条綱主の次男、事部将友、最初、北条氏康の変記を受けて、沼田公原と名乗った。綱影、氏広という署名も残っている。永禄元年に沼田氏に内交があり、ご北条氏は近辺の国州長野氏と共に、これに介入し、当主や七郎を支援した。 内向の過程で、八七郎が家督を継承したとみられる。当初、上野国沼田氏を継いで、沼田城に在城をしていたが、永禄三年に長岡家虎の関東出兵によって攻略されてしまう。永禄五年江戸城に入り、翌年出本した大田安助に代わって、対里見氏の一翼を担った。元気元年十二月に、兄安成と共に、足柄に在人している。 天正2年2月から実名が死臭で見え、江戸地域において一定の権限を有する存在として見えている。7月には代々江戸城主、大木谷上杉家当主が名乗ってきた事務所有を称したことも確認できる。8月には武蔵岩月城代の兄、宇治茂の出陣の留守を守って道場に在場している。天正6年の大立の乱では、北条家から養子に出ていた。 上杉影虎を救援するために越後へ出兵している。天正10年3月から7月にかけて下宇佐関屋土城に在番しているが、7月頃に病に倒れ、関屋土城から江戸城へ戻り、翌年道地で没した。没後の家督はこの音松丸が継いだ。玄服前の幼少であったため、当時ご隠居様と称されていた。 総検挙の宇治政が貢献を務め、その家診断統制を行っている。音松丸は、天正12年3月に、江戸平川法恩寺に対し、事業について代替、代わり安堵を行い、10月に、釈寺参法寺に代替、代わり安堵的な金星を与えているので、この年から、刺繍の後継者としての活動を開始したことが知られる。しかし、その後は資料に見られなくなるため、 創生したと思われる。これにより、江戸北条家は断絶した。そしてその権限や所領、家臣はご隠居様う政さがそのまま管轄していった。ありがとうございます。